はいどうも、ライクと申します。今回はね、もうついにスピちゃんまであとちょっとですかね。ここでね、私のね、ガチオーダーをね、あ、間違えました、ガチオーダーをね、紹介したいと思います。いやね、まあスピちゃん出る今年でね、もうスピちゃん出る人のあのガチオーダー見る機会って、まあ、YouTube 上だとなかなかないんじゃないかというところでね、まあ、今回スピちゃんのオーダーをね、今組んできましたので、まあぜひね、見てもらいたいなと思いまして、この動画を撮っております。というわけで早速ね、まあ、ヤシの方を見ていくんですけども、まあ、まずね、一つのポイントといたしまして、翔平大谷代打です。うん、まあ、今までね、ずっと自分スタメンで使ってきたんですが、まあ、ちょっとね、今年の大谷さんはね、スピリッツが負けてしまうんで、まあ、どうしてもちょっとね、まあ、代打になってしまうかなって感じでしたね。まあ、やっぱね、守備が D なのはちょっときついよな。まあ、その代わりとは言ってはなんですが、レフトがギータになっております。あと DH の村上さん、これ最新スピリッツなんで、今回はスタメンに入ってきました。まあ、あとはね、代打藤村さんですかね。で、1番バッター誰がやるのかというとね、今回坂倉さんが1番バッターという形で、まあ、ラインドライブでね、ヒット出やすいんで、そこでチャンスメイクして、まあ、その後のアーティストに繋いでいくという流れをね、持っていきたいなと思っています。で、あとね、控えショートが池山さんで、控えセカンドは殿崎さん、まあ、結構ね、守備重視で選んでる感じですかね。まあ、2巡目のショートセカンドって、まあ、打順回ってくるの結構後の方なんで、まあ、そこら辺も含めて守備重視で選びました。で、続いてね、まあ、ピッチャーの方なんですが、まあ、やっぱりね、藤浪由伸、あとね、今回のね、ミキサー大会後に当たったね、自チームミキサーで当たったバウアー、まあ、あと大谷さん、まあ、千賀さんのとこはね、まあ、いろいろコロコロ変えるんで、ここちょっとね、不定期なんですけども、まあ、大体こんな感じかなと思います。で、中継ぎもね、これもね、場面に合わせてちょいちょい変えるんですが、まあ、やっぱり球児とかね、まあ、モイネロとか、まあ、そこら辺はね、かなり大会ルールと安定感があるので、そこら辺もね、めちゃくちゃ強いんじゃないかなと思っております。で、抑えのビエラもワンポイントでは使えるかなと思ってますね。はい、というわけでね、早速このガチオーダーでね、ランク戦の方やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速1試合目の方やっていきましょう。いやね、まあ先発ピッチャーの方はね、疲労的にね、順番は変えられないんで、今回は由伸となっておりますと。はいはい、というわけでね、早速やっていきましょうか。でね、今回のオーダーね、まあスピリッツね、やっぱ由伸さんとか高橋の方ね、は、もうちょっとね、新しい方がいいかなとかあるかもしれないんですけど、まあ、単純な能力だけで言ったらね、もう過去最強レベルって言ってもいいんじゃないかな。守備もね、これ結構バランスいいんですよ、これ。まあ、やっぱりね、守備のバランスとね、打撃のバランスっていうのはね、まあ、どっちかに偏りすぎると良くないんで、まあ、それ守備重視でめっちゃ組んだとしても、まあ、やっぱり弾道がね、中弾道とかで広角ないとか、田口さんとかは、まあ、どうしてもね、打たせるにはちょっと寂しいなってなってくるし、まあ、かねてね、バキバキに、もう打撃重視で組んだとして、まあ、セカンド落ち合いでちょっと、もうここはもう打撃で勝っていきますっていうわけにもいかないから、もうそういう風なバランスで言うと、マジで過去最強クラスじゃないかなと思いますね。あ、これはやばいわ。まあ、あとね、代打陣もすごい豪華で、まあ、代打に大谷さんと、藤村文夫さんがいるんで、もう代打だけでも広角アーチ。やだ、広角持ってないのが、あれかな？2巡目の、控えショートの池山さんだけかな？っていうくらいまで広角だらけで、まあ、結構環境に合ったね、チームになったんじゃないかなと思います。あ、待って。これガチオーダーってマジせん。おい。はい、というわけでやっていきましょう。1番は坂倉さんですね。まあ、ラインドライブなんでね、ヒット率高いんでね、ここでチャンスメイクをしっかりしていきたい。いや、これ失投、これ速い球の失投めっちゃ速いな。ああ、当たり前か、速い球だからね。よし、 OK。 まあ、こんな感じでね、ラインドライブはね、打球が上がりすぎないんでね、外野が追いつく前にヒットになってくれる。で、チャンスメイクしてからアーティスト軍団につなげるって、この流れね、これがマジで理想的なんで。あー、これミスったかも。あー、けどこれはこういけると、うん、この流れね、坂倉が絶対出てほしいね。よし、 OKOK で3番村上さん、いやこれもね、選択契約書で取ったんでね、スピリッツ重視で広角アーチで、ここしっかり打っていきたいところ。はい、 OKOK、 うん、まあ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 、こんな感じでね、まあ、どこからでも結論ね、点取れちゃうんですよね。まあ、今回オーダーがもうバキバキなんで、落合さんもこれ最新スピリッツなんでね。よいしょ、はい、逆転していく。やっぱり広角アーチはね、本当にホームラン性能高いんで、いや、いい、いい、これ俺本番でできたら最高ですよ、もう。よいしょ、 OK、 ナイス。
や岡本さんはね本当に現役の中で俺一番打ちやすいと思っていて、なんかね自分の動画もね見返してたらね、岡本めっちゃ打ってんだよねホームラン。うっ、あーこれファールか。でこれギータね、まあ、今回ギータ守備重視で使ってるんでスピリッツは負けてしまうんですが、まあまあそれでもね一応ねある程度のセタスはあるので、まあ、十分打てるんじゃないかなと思っております。ギータも昔からずっと使ってるね。よいしょ、これはいってる、これが広角アーチャーです。でラスト7番、これがねスタメンの中では最後だな。これ高橋由伸さん、由伸さんね今回ねスピリッツがねスピリッツ解放なんで 4200?4200 から100か、まあ、そこら辺なんで4200だから200負けなんですよね。あと元々のステータスが結構ねそのアーチさんの中であんま高くないんでちょっとそれが心配で、代打藤村さんですね。これもこの前の動画見てくださった人ならわかるんですが、もうコーチを急遽入れてね使ってきた選手です。チャンスがあるときは藤村さんを使うっていう感じで、チャンスじゃないときは大谷さんって感じかな、順番としては。よいしょ、はい、これが広角アーチのガチオーダー、8人で8点取ってコールしていくと。はい、次の試合やっていきましょう。はい、というわけで次の試合やっていきましょう。次はね先発大谷さんなんでね、代打が正隆に変わってます。というわけで大谷さん投げるバージョンのオーダーですね。先行なんでまだしっかり打っていきましょう。よいしょ、オーケー。いやー、ラインドライブこれがいいんやな。うん、レフトまで飛びすぎないからヒット投げやすい。でこれホームラン打てば実質これ2者連続ホームランですからね。ここでよいしょ、オッケー、これは超えていく。で坂倉さんね、まあ、ラインドライブならもちろん足も B あるんで、こういう風にねチャンスメイクの時にね足が遅すぎるがゆえに帰ってこないとか、もうちょっと行ってほしいなってこともないので、それが強いかな。あー、これ申告敬遠してくると、オッケーオッケー、満塁の場面で落合さん4番ですよ。洋食でパワー98、前進守備大丈夫かい。あ、おま、キモおい、ま、落合ちょっと4番外すか。え、前進守備なんで引っかかんねんそこで。よいしょ、これが国が、あれ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 、あんま飛んでない、恥ずかしいな。まあ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 最低限な。ああ、ギータ相手テクニックのあるミートチゴがな、外角来そうなんでね、外角狙ってセンター前を狙っていく感じで。あ、ボールだ、はい、テクニック。あ、今たまたまだけどな。あよしよし、まあ気を取り直してスタメン外れることはないから、あ、やべ、アウトだから。いや、まずい、ここマジ強制狙っていくわ。で代打ちょっとどうしようかな、文夫さん先行くか。よーすげ、文夫さん広角アーチ来い。いや、なんもね、まあ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 とりあえずね、ミート使ってからここも。よーし、オッケー、完璧。まあ今のもね結構強振しちゃうとね正面行きがちなんでね、まあこういう僕の方が何も出なかった時とかはいいかもしれん。いや結構外角攻めだな。いやここももう一回ミート打ちありだな。よーし、OK、完璧で繋いでいって1番、ね、第2打席の坂倉かな。よーし、OK、しっかり打っていく。おお、返ってくるね。文雄さん足速いのいいな。次、あ、田村さんは特納何もでん。いや、こういう場面だったらちょっとミート打ちでね。よーし、OK、外角攻めを狙っていくと。疲れているところ見逃さない。よし、オッケー、広角アーチよこれが。で4番落合、さっきね満塁でファーストライナー打ったけども、4番らしく決めてくれ。あ、待って、やばい、落合燃えて、落合疲れてるが今度は修正していくと。いや、マジ疲労の可視化ね、いつになったら来るんですかね。もうね、もうずっと思ってる俺、結構1年以上前からなんで疲労可視化しないんだろうって思ってて、まあ、今みたいにタイミングとかね、カーソルがずれるんですよね。よいしょ、オッケー、しっかり決めていくと。はい、というわけで、このガチオーダーでね、スピちゃん頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。グッバイ。